よし、この状況を説明しよう。まず前ね、俺長くはないな。まあもう引こう、説明しようと思ったけども引くわ。やったー、病が治ったぞ。今の10トンが落ちてきたことで俺の病が感知した。全て俺ね、やり直すはめになっちゃったのよ。データが消えてて、いやボス倒したところなの、これ。あの一面のドドドドドドド。まあいいか。まあ要するに2回連続でコイン全部取って、しかも2回連続でその倍倍になってそこで止めてたんだけど、でもさ、やったの昨日だから、もういまいち感情もなくなってるし、もういいや。いまいち感情もないんで俺は。すいません、僕人より感情がないんです。変わってると思うんですけど許してください。なんだこれ。おお、海汚染した。お、海捨てか。なんやこれ。え、ちょっとね、謎が多いんじゃないの、ワリオくん。ほら、ワリオくん謎が多いんじゃないのか。ちょっとできないことが多いぞ。ドゥーテン、いいね。ワリオランド俺マジ好きだ。あ、でもこれ取ったことにならんのか。なんで取ったことにならんねんだよ。これで取ったことになっていいじゃない。それで取ったことになってさ、ボイン。しかもこの無敵のこいつ、ない、当たったら死ぬやっぱり。おい、なぜワリオはこうも非力なのか。こいつ何、これなんか対抗手段あるわけ。この落とし子に、落とし子なんかしか倒せるの。ドゥーテンドゥーテン。お、なこれ、あ、これタック、あ、これタックできる、水中で。あ、できる。っていうか今、今を見たか、この。これは、いいのか、こんなことが。こんなこと、あ、上行ける。どうやっていくんじゃ。怖くせえな。こんなことが許されてしまっていいのか。っていうか、マジで10メートルぐらい吹っ飛んでんだよな。こんなことが許されていいのか。マジでこれ、面の端から端まで、端から端とは言わんけどさ、こんな、例えばさ、この上に、上に行っちゃったらもうあんた、覚えておらねえよ。ってやったらもう、これ2回使える。こんなんいいんか。こんなんがあってええんか。ちょっと待ってくれ、これもうマジでこれだけでいけるぞ、俺は。俺はこれ以外やらんぞ。これ以外やらなくていいと言うつけだろ、これは。こんなんがええんか。これがええんか、ワリオ。これがええんか。わーい。まあ、別に殺傷能力はねえと。いやでもあいつなんかくちばしついてるから、多分あれで。ああいうね、鋭利なものついてるやつはタックルできるんだよな。キンキに触れてしまったよな。ていうかさ、わしは気づいてしまったのよ。これ仮に。死刑が近いな。もういや、もう何言おうとしたか忘れて。あ、そうそう、これさ、仮に3回連続でっていうか全て失っても50じゃん。でもこれさ、3回連続でクリアして8倍になってさ、400ぐらい手に入るじゃん。っていうことはお前これやった方がいいじゃん絶対な。あやり損なのよ、やり損。やった方がいいのよ絶対に。いつかはもう増えるわけだから。ドゥ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 。いや、もうね、溜まったらどうなんの、溜まったらどうなんですか。どれどれどれって溜まったらどうなんの、マジで。え、なにこれ一緒じゃん。微妙、あ、微妙に違う。一緒のような別のステージだ。やめんか。ドゥドゥーク。あ、別に去っていいとこれ。ドゥ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 。こいつ結構好きなんだよね。これ空中に、これ空中にいることをさ、忘れられるじゃん、これ。空中にいることを一時期忘れられる。そう、ワリオはタックルしてる間、空中にいることを忘れることができるんだ。辛い失恋があったら君もタックルしてみませんか。角の生えた帽子を使って。あ、倒す。なんで倒すの今。辛い気持ちになった時、
時には現実を忘れることも必要。そんな時はあなたもタックルしてみませんか。あれドラ、俺タックルが好きなんだ。でもあれ多分ドラゴンだよな。これドラゴンは水中の中でも火吐けっかな。言うな、ワリオ水中でも火吐けっかな。殺していく、こいつらで今の聞いたやつ全員を殺していく俺は。あ、火吐けるのちゃんと。ユーナも納得して。ちゃんと取るぞ。俺は金のありがたみについても嫌というほど思い知ってるからな。金のありがたみについて俺は嫌というほど思い知ってるし、金の無力さについても思い知ってる俺は。それをワリオの経験に生かす。その社会経験を。社会経験が生きてくるから、ワリオ。これだ、Z、これか。これマジでね、禁止した方がいいと思うぞ、俺は。一言言っておくけど。このジェットは、おぉ、ペリカン。なんだこいつは。なんだ、あれ乗れる。あ、そういうやつなんだ。俺は一つ言っておくぞ。このジェットは禁止した方がいい。もう作んない方がいいぞ、これは。ジェットは。すべてが終わってしまう。あれ消える？あのコイン。開けた。でもなんかな、俺ブルーに惹かれるんだよな。まあでもこれは、いいや。アトムいらねえよ、これ。まあ一応取るけどよ。アトム。やめてくれ。生きるな、お前。ペリカンごとき。あれ、殺傷能力ねえんだ。すぐ弱えな、なんか敵の攻撃が。てか一番強いのはヤドカリだよ。間違いなくあいつが一番強い。あのヤドカリの強さは。上級してる。今のやつも普通こんな水中でさ、敵に触れたら死ぬじゃん。モンドミオでマリオだったら死んでるじゃん。でもワリオ知らないんだよな。なぜならワリオだから。しかもなんかこうパワーアップアイテムがさ、結構そこかしこに出てくるよね。本当にこんなん1ステージに1つ2つでいいと思うんだけど。まあそれがワリオなんだろう。いらん。取るけど。ドゥ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 。お、本当？上に行けるらしい。上に行くどうやって行くの？こうか。お！ドゥドゥドゥ。これは隠しステージへの扉か。もういい、こんなやってる場合じゃねえ。100超えたら、100超えた時だけ行くわ、あのコインバイバイは。毎回やってるだろ、もう。時間がねえや。あるけど別に。さあ、この、うん、こっちの方に行ってしまう。これとして、ショートカット的なやつの方では。まあいいや、行こう。え？シャーベットランド。え、もうこっち行っちゃっていいの？まあいいか。まあいいか。でもなんか気になるな、これ。ちょっと、なんかもやっとするよな。あっち行ってないと。あっちから行ってくるわ、俺は。気真面目なんで。いや、でもやっぱり、こっちから行こう。せっかくなんかさ、このおぼし飯があったんだからさ、こっちから行こうぜ。トゥ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 。いいね、この僕こういうの好きなんだよね。こういう音楽をあえて ほぼ音楽にしないところ、わかりますかね、これ言ってること。こういうの好きなんだよ。あとは想像で埋めるみたいな音楽。つける意味あるんか、あの保険、火災保険みたいなやつ。あのボス面だけでいいんじゃないのか、あんなの。あ、でもここ結構さ、穴が多いからいるかもな。穴は結構落ちる。待って、お、これはここら辺でな。ほら、よし、こんだけやったハート1個はないだろ、そりゃいくらなんでも。あんな危険を犯してまで。あぶねえ。だが命はある。命が最も大事なんだ。とにかく生きてることの重要性を思い知らされた今。セーブしててよかった。そして保険の重要性も思い知らされたよ。前は消えろ。これドラゴンじゃないのか。こんなところでドラゴン役に立つのか。
ドラゴンの重要性が、あ、でもこいつ倒せるのはありだな。こいつ多分ね、あれじゃ倒せない。あ、これいいね。こいつ多分タックルとか倒せないからさ、前から来たら。ああいうトゲのあるやつ、こういうトゲトゲしいやつが来た時に、トゥ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 、ああいうトゲトゲしいやつが前から来た場合に、君が役に立つんだよ。おい、なんだそりゃ。いくらなんでも今のやっぱいらねえわ。あれどう考えてもいらねえだろ、あのドラゴンのやつ。絶対取らねえからな、もうダントツで使えない、ドラゴンのやつは。私は悟った。ダントツで使えるのがジェットで、その次に使えるのはあのブル。勝手に俺がブルって名付けてるけど、ブルマリオ、ブルワリオが2番目に使える。もうジェットはもう別格、 S ランク。踏んでいくんじゃない、どうして。早いもんね、だって。あ、こうやっていくのか。あ、そうか、ジャンプすればいいんだ。こうやってジャンプするんだ。きついな。でも難しいじゃないか、段違いに難しいぞ。いや、こんなんやってる場合、こんなあんなんやってる場合じゃねえよ。もう絶対取らねえもん、あんな。手が死にまくってる、死にまくってる俺。これ全部死んだらどうなんの、データ消えるとかねえよな。いいよ、どうせこんなんさ、あら、どうせこんなんさ、じゃあもう取るわ。どうせこんなの死んだところでさ、また5期ぐらいになってさ復活するんだろ。どうせ何のリスクゼロだろ。分かってるんだって、俺らも分かってるよ。もう舐め切ってるわ、ワリオの世界は。まるで不良漫画の生徒が先生を舐め切ってるかのように。じゃあ教育委員会にチクっちゃおうかなみたいなぐらい俺舐めてる、この木を、マリオの木を。どうせ全滅しても、またどうせ全滅してもまた5期ぐらいから始まるんだろ、同じところが。分かってんだよ、そんなことは。おい、なんでだよ、教育委員会にチクられてしまった。おい、もういいよ、ここ。こんなとこ行かねえよ、もう。二度とこねえからな、こんなの。なんで隠し行ったのに、あんなに。苦労して隠しに行ったのに、こんな苦労しなきゃいけないんだ、俺は。ふざけやがって。ジェット持ってからもう一回行こう、あそこ。てか、さ、あれ買ったからさ、買ったっていうか、その、中間をしたからさ、中間から始まるんじゃないの？それとも、別のステージ挟んだらもう中間意味ない？まあ、いっか。ワリオってさ、アイテムすぐ手に入るけど、結構弱いよな、なんつうか。敵に当たったらすぐ死ぬよね。タックルで死んでくれよ、お前ら。タックルでも死んないんだもん、こいつら。このヤドカリに至ってはさ。せめてタックルで死んでよ。よし。トゥ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 。他のとこにあるんだ。もういいよ、もう取らない、取らない、あんなの。こんなの取らないもん。どうせね、ボス面でバイバイゲームしたらもう一緒に手に入るんだから、取らなくていいんだ、こんなの。ボス面でバイバイゲームすら、そのうち1000枚ぐらい手に入るだろ、コインは。それでしまいよ、もう。それさえあれば。ていうか、もうそもそもあのコイン手に入れてどうすんだよ。何の意味があるんだよ、あれ。意味が分かんねえよな、まず。あれ取る意味が。コインを取っていくと、あのアルファベットの紋章が1個ずつ解除されて、それで何か手に入ると思ってたの。こっちから。しょ。てん。てん。ドドドて。解放してくれ。これ500枚かな、多分。500枚いったらおそらく、このアルファベットは解放される。アルファベットは解放され、ワリオに素晴らしい力が、新たな力が宿るだろう。それは間違いない。なんだ。音楽は。
あ、しまった。まあいいか。これもこれで結構好きだ。なぜこんな星空のステージみたいな音楽なんだ、これは。マリオが。聞いてくれ。全然音楽と合ってないじゃないか。おかしいだろ、こいつ。なんで踏んでもダメ、こいつ。タックルしてもダメじゃん。最強生物じゃねえかよ、これ。もうヤドカリのご機嫌伺うゲームだったのか。マリオと回ろうもん。考えられねえ。この暴君が。あの船すらタックルで沈めたんだぞ、ワリオは。それをこの、ヤドカリ一匹のご機嫌を伺わないといけないなんて。ヒエラルキーがおかしいよ。なんであんなヤドカリに好きにされなきゃいけないんだ、俺が。このワリオが。ドゥルドゥルドゥルね。いるのかこれ。まあいい、何事も保険は重要だ。保険をかけておくのが、人生は一度しかないから、薄めていかないと悪を。行ったり来たりできる。よし、うまいぞ。かなどっていこう、ちゃんといずれ役立つそうだ。いらん。怪しい。どれどれどれ、なんだ、鍵？鍵とは。この鍵相手はどこで使うんだ。鍵を投げて倒す。おい、なんか、おいバカ。あれでも食らった瞬間に食らったわけじゃねえよな、今の。なんで鍵をまた落とすんだよ、お前。鍵落としたぞ、悪いよ。この鍵、あの鍵なんなの？どうして戻るべきだった？まあ、いっか。いや、でも気になるな。なんだ、あの鍵は。あの鍵はなんだ？てか、マジで、謎多すぎないか。普通の横スクじゃねえぞ、これ。なんか集める必要があるんだろうな、多分。なんかいろいろ。なんかこう、お宝要素が。まあ、最強じゃねえか、こいつね。一番強いじゃん。一番強いんだったら一番強いって言ってくれよ。なんでこんな雑魚面してんだよ、こいつ。ワリオランド。これさ、サブタイトルなんか知らんけどさ、おそらくサブタイトルは、ワリオランド。ワリオと死のヤドカリ。このタイトルは。このぐらい強い、このヤドカリ。ワリオと死のヤドカリ。死のヤドカリがうろついている。終わりはどうすることもできない。この死の宿からに上納金を渡して、あ、これ死なないと取れねえな。でもそこまでする価値はね、さすがに。で、タラ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 、ワリオランド1、ワリオと死の宿から。ドドドド、お、星空。なぜこんな宿からに俺ご機嫌を伺わなきゃいけないんだ。殺してやるぞ、お前は。おい、なんでこんな下等生物が強いんだよ。下等生物が最強じゃねえか。こうしたら、下等生物が明らかに強すぎるんだよ、いくらなんでも。お、これ落ちたしね。死にそうだな。冒険はやめておこう。死んだら金全部なくなるからな。冒険をするわけにはいかんのだ、俺は。あ、でもこれ下行けるかな。まあ、いいやね。俺は今このジェットを有してるんだ。危ない足を渡るわけにはいかない。あ、こっちか。あれ、左どうやって行くの。やっぱあれ落ちんのか。いや、待て。待って、取るな。俺今一つ思いついたぞ。ドゥ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 。OK。なんか勝手に死んだけど、俺は何も手を下してないの。上から行く。そういうのがあるのか。ドゥ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 。ドゥ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 。相当ショートカットしたぞ、今。上に行けたかな。ちょっと、なんでだよ。なんでだよ。横からちょっと触れただけだよ。あ、でもよかった。やっぱ下から行けんじゃないこれ。なあ。試してみるか。ここに踊ってから。え、じゃああの下どうやって行くの。下に行けるよね。あれ何？
あ、そうか、あれだ、あのブルマリオのヒップドロップだ。てかやべえ、気がやべえ、え、気がやべえ、これ気なくなったらどうなる、これ俺はどうなってしまうんだ。気がなくなったら私はどうなってしまうんですか。答えてくれ。気がなくなったら俺は一体どうなってしまうんだ。教えてくれ、トネ川。気がなくなったら俺は一体、まあ 100% 答えてくれないだろうな、トネ川。気がなくなったら俺がどこに行くのか。こんなワリオランドまで落ちてきて気がなくなったやつ、そんなことやつのことはわしはもう知らんよって言われる。どけやお前、またご機嫌伺いか。ワリオランド、ワリオと小動物のご機嫌伺い。なんでご機嫌伺わなきゃいけないんだこいつらの。ご機嫌伺いすぎるなこれ。なんで下等生物のご機嫌伺わないといけないんだこれ。くそ、こっちは上司のご機嫌だって伺いたくないの。なんでこんなやつなの。これ上行けるとして、いけない、さあもう死なんぞ。てかワンパンで死んだからな、もう恐ろしいよ。どうすこすよ、ちょっと触れただけですな。手前まで行ってたんか。これハート取るべきかもしれんな。でも金ないからいけねえや。お、そしてついに500個超えです。トゥ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 、何が、これ何が起きんの。500で何が起きないってことは1000か、1000枚で何が起きんのか。そんな、大地何が起きるんだよ、1000枚で。1000枚、1000枚ってあるよな、焼肉屋に。まあだからなんだというわけ、だからなんだって話なんですけどね。ダブル、ほら一瞬でみすぼらしくなった。でもいいや、バリオってそこら中に落ちてるし、回復アイテムぐらいだったら。どうせそこら中に落ちてんだろ、回復アイテムなんてよ。おい、ちょ、なんなんだよ、なんなんだよこれ。おい、なんなんだよ本当に。くそ、結局もう俺死ぬぞ、俺もう俺死ぬぞ。あと一回死んだら、いやでもゼロあるか多分。あ、そうか、じゃあこれ必須だな、マジで。これがあればさ、あれできるよね、ヒップで。ヒップっていうか、これも壊せるしな。これで、これでタックルでぶち壊せばいい。ハートも取ろう、ちゃんと。死にすぎてる。こんなに死ぬと思わなかった俺。まさかワリオで、ワリオでこんなに死ぬと俺は思ってなかったよ。ちゃんとキーをアップしていかないと。ちゃんと取ってね。お、これ上に。あの、これだけかい、これだけかい。こんな狭いところを通り抜けてきて、あるのがただハートだけという。ひどい、ひどすぎる。お、入り口があった。また落とし子だよ、もう。ご機嫌伺い。なぜ小動物のご機嫌を伺わなければならないのか、このゲームは。お、でも一瞬で復活した。トゥ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 、ご機嫌か。よし通れ、よし通れ。ワリオ、お前は一体地元じゃこんなに弱っちかったのか。お前はマリオランドに来たらあんなに強気なのに、地元じゃこんなに弱いだなんて。うわ、悔しいよ。お、これいけそうだな。トゥ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 、あの無敵を誇ったワリオが地元ではこんな小動物にいびられるだけの存在だったなんて。ん？なんだあれは。ひょっとしたらあれは鍵かじゃん。ってことはさっきのところにあったのかね、鍵が。さあこの、これ、これ出し、これできる？できる、え、できないじゃん。どうすればいい？じゃあまず、こう降りて、こうやって、こうか。これは一体！鍵の間。なんだ？そこには謎の宝箱が。何か出てきた、王冠。うお、これはパワーアップアイテム、太陽の王冠。ワリオの体力は倍になる。 C、 あ、別に金で手に入るわけじゃない。てか C、 あ、じゃあやっぱさっきのところに取り逃しが、てか取り逃しが2つあることになるな、それじゃ。
取り逃しが2つあるだと、まあ、1つは分かるけどもう1個はなんだ、一面か、まあ、一面にもなんか言ってないとこあるもんな。マジかよ。ってかあの太陽の王冠の太陽の冠の威力は何、メガンテを食らっても効かなくなるとか、そういうことですか。これは絶対こっちの方がいい。なんだこれは。あ、分かった分かった、ちょっと待って、じゃあ一旦下に下がる。待て、おい、そうじゃねえよ。緊張感あるな。よし、お、うまい、これはうまいぞ。まあ、やや取らないで、つってな、今のうまいだろ、完璧なと。お、あ、スターあるんだ、スターあるんだ。ていうかスター力貸してくれんだな、ワリオのようなやつに。こんなワリオのようなやつに、俺はてっきりワリオがスター取ったら、取ろうとしたら、おい、スター俺に力よこせっつったら、なりません、あなたような汚れたものには私は力貸せないけど、とでも言うのかと思った。全然そんなことないんだな、誰にでも力貸すんか、スター。アマンダラじゃねえか、誰にでも力貸しやがって、スターめ、信用を失ったぞ俺は。おそらく望みとあらば、クッパが使っても、クッパにも使ってもスター効果あるし、何十人殺した死刑囚がスターを手に入れても、おそらくは力発揮するだろう。スターは見境がない。俺は勘違いしていたよ。スターはもっと、スターはもっと善悪の判断ができる星だと思ってた。お、あれは怪しいな。あ、これあれか、あれとして。なんだ、え、なんだ、お、産んだ。あ、産んだ。あ、そういう鳥か。てっきり俺あれ、あ、こいつをこの溶岩に浮かべて、その上に乗っていくのかと思った。俺の妄想では。俺の妄想と違ったペリカンの働きや。おかしいよ、これ、ほんと。こいつが槍を突き出したらタックルできないって。なぜお前の向きにワリオは気をつけないといけないの。もうワリオならそのままへし折ってくる、そんなもん。あ、倒しちゃった。まあいいや、別に。ドゥドゥ。ワリオさぁ。あ、そうか、あの上に乗せない。あ、なるほど。たった3個。待ってよ。え、今、え、今10個、え、10個んだ、マジ。今1コインにつき10だったぞ。間違いない、俺は見たんだ。俺はこの目で見た。おい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 、待って、待ってな、待ってな。よし、こらー、もう一回来るよな。また来るよね。起きた。よし、これ見てくれ。ほら、1枚につき10枚。でも俺これ死んだらそんなのは全く関係なくなってしまう。そりゃ嫌だ。しかしこのブルがある限り、これ空中ジャンプできるから相当な機動力だな。これ見ろよ、これ見ろ、これ空中でもジャンプできるんだよ。なぜだかわかるかい、なぜワリオが空中ジャンプできるか。それはワリオが今地上にいることを忘れているから。何、ゴースト、おい、また槍を持ってやがる。武器を持つな、全体的に武器持ちが多いな、こいつは。ワリオは今忘れているんだ、全てを。忘れろ、全て終わりよ。あれ取りたいな。でも取れないだろ、あれも。危ない橋渡りたくねえよ。これだけ金を持っているのじゃからな。おい、もうその手には青龍刀が。その手には乗らんぞ。よし、ニンニク、青龍刀。あら、ニンニクはキープしておこう。ニンニクキープで。ラーメン二郎マイスタープロみたいだな。マスター、残ったニンニクはキープで。キリ。ニンニクをキープしておく。そして次回ライテージ。なんだ？次回ライテージキープしていたニンニクを使う。モテ度 100% だな、もう。彼女と一緒にラーメン屋に来た時に。マスター、キープしてたニンニクを一つ。ビタン！ビンタされて振られておる。まあでもそんなことでビンタするようだったら、どっちにしろ俺先はないと思うぞ俺は。くそーか、すっきり3連続来いよ。3連続、まあ おもり率おかしくねえか、これおもりしかねえ。どうかしたろ。
3連続コインは一度もないのに、3連続おもりは3回も。12枚まで目減りしてしまった。あの金はどこに行くんだよ。謎の勢力に持っていかれる。あ、そういやこれなんだ。そういやさっき何だったんだ。なんか急須の蓋が取れて、まあよく見てなかった、すまん。これいいな。あ、これ強いじゃん。普通に強いじゃんこれ。おい、またこれなんなん、ほんとに危ない。なんか危ないことになってる。よし、今うまいこと言ったな。要するにあいつ負けばいいんだ、爆発した直後に。結構怖いな。振りほどきゃいいけど、振りほどけなかったらあのまま食らうはめになる。これをすればもう1コロよ、お前なんて。1コロ J。 なんだあれ、取る価値あんのかな。よし、ハートを集めることの重要さ学んだな。結構死ぬわ。全然死ななかったの今まで。急に死ぬようになった。ドゥ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 。ハードウェイ、よし、ハートを集めていくぞ。しかもこれ基本的にハートがさ、その10個だからさ、10個くっつづりで出てくるから。あれ、これなかったか。なかったっていうか、あったさっき。ドゥドゥ。じゃあこの下は、全く同じにするのやめてくれよ。ちょっとぐらい変える努力をしろよ。変える努力はまるで見られない、見受けられない。お、いけるぞ。これ大丈夫か、降りて。ドゥ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 。お、謎の隠し通路へ。ドゥ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 。危ねえ。お、そういうことか。すべて入れ替えした、それは。あいつによってこの下に隠しステージというわけだな。早く今回。あいつ消えるか。あ、いいよ、よかった。さあ、私を誘いたまえ。なんでおかしいんだ。死ぬにしてもそこで死ぬのはおかしいだろ、お前。もっと下まで行けや。おかしいだろ、今の明らかに。死ぬにしてももっと下に行けよ。ドゥ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 。あれ ?2 回かかるんだ。あ、そっか、ブルの特殊能力ってあれ一発で壊す効果もあるんだ。じゃ相当強いな。てか大丈夫かこれ。お、大丈夫かこれ。お、大丈夫なのかこれは。まあ大丈夫っぽいな。そうなんだ。じゃあ効果いくつあるのあれ。まず空中で自分自身を、失恋を忘れることができる。失恋と自分が空中にいることを忘れることができる能力だろ。そして上に突き刺さる能力、そしてヒップド。おお、だだ、都合4つの能力か。なんだ、焼肉鍋島のマスコットくん。よし、焼肉鍋島のマスコットが踊り狂ってる。弱くねえかこいつ。本当にこれ倒せんのか。なんか怪しいな。俺本当にダメージいってんのかこれ。本当かお前、ほんまか。これちょっと待って、でもう一回踏む。おい、そしたらどうなんだこれ。こうなったらどうすんだよ。多分ね、これね、股間をね、直撃するんだよ。よし、あ、こういうことか。おい、クソ、タックルがない、タックルがないよ。もうタックルがある状態でいかないと。うわ、もったいね、今のもったいね。いや、でかい時に倒さんとこれもったいねえな、全部取れねえから。まあいい、もういいだろ。ちょっと、もうこうずっとしかねえじゃん、おもりしか。落ち込むな、お前。なぜ落ち込む、そんなに。しっとりつくかし、しっとりつくかしね、これは。しっとりつくかしね。おかしいだろ、これいいかな、なんでもさっきから。なぜ10トンしか出ないんだよ。歪んでやがる。そして金はなんだ。じゃあ金はなんだよ。これ下ろせるのか、下ろせるのこれ。後から下ろせますかこれ。クリアしました。左上のシャーベットはもうあそこ行きたくねえよ。
行きたくねえけど、やっぱ行くわ、あそこ。次あそこ行くわ。